はい、それでは委員会を再開いたします。え次に請願陳情審査を行います。はじめに請願第1137号から1189号、1 1 9 5号、1191号および1192号え、高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担額引き上げの中止、ほか55件以上56件はえ、いずれも同一内容の請願ですので、一括をして審査いたします。前回の審査を継続いたします。何か質問はございませんか。はい、ではいで員,員どうぞ はい、可愛いどうぞ。申し訳ありません。はい、はい、えっ、ー、とあの新型コロナ感染も続いておりまして、その中で今の時期迎えてますが、あのこのインフルエンザの予防接種開始が10月15日からで、もう2ヶ月が経過をしています。で、10月末での接種率については前回議論があったんですが、その後の状況については。 どうかの把握されている点を報告いただきたいと思います、はい、石間医療衛生推進室長、はいあの。高齢者インフルエンザの予防接種の接種状況でございますけれども、あの月ごとにあの数字が把握をができようかと思っております、あの11月分の,あの速報ということで、あの総数でまだあの変動する可能性があるということであの、ご了承いただきたいんですけれども。 の11月末時点の,あの接種率で、えー、46.09%となっております。はい、あの以上でででございいいまますやはりあのこれ、ね、さらららににこれれから必要になっててくるるし、えー、と1月31日とう、ね、期間が切られている であの年末年始という状況になるんですけれども、これ接種を進めていくための,施策あの方法が、私たちがあの求めておりますし、請願者も言っておられる負担額を下げてほしいということだと思うんですね。であの一つあの、この年末年始のことで伺いたいんですけど、人が動く時期でコロナ感染なども広がったり、あのインフルエンザとの同時感染。 懸念します。で、専用のコールセンターの状況を見ますとね。え土日祝日年末年始は除くということであのそう,いう,ふうに書かれていてね。この期間への,あの困られた時にはどうするのかなというふうに思いました。それと、この間、この専用のコールセンターにはどのような問い合わせ、どれぐらい来ているか教えていただきたいと思います。はい、しまし 高齢者インフルエンザ予防接種のコールセンターの状況ということですけれどもまずこちらの方うは基本的にその予防接種を受けていただく対象でいらっしゃるのかどうかとかどちらでどこで受けたらいいのかとか。 あの手続きは何か必要なのかというその予防接種をあのご利用いただくことについての,あのご案内とあのご相談先ということですのであのまあ土日は休ませていただいておりますがまあ平日。 あの多くの医療機関があの開けていただいているときにお問い合わせいただいて、医療機関の方をご案内するということで、あのほぼあの足りるのではないかというふうに思っております。で、まあ、この間、あのまあ、例年ですと、あのご相談その、自己負担額の,あの減額の証明の入手方法でありますとか、 またお待たせすることが多かったものですから届かないといったようなご相談が多かった昨年度以前はそういう状況でありましたが今年度につきまして同様に確認的に手続きはもうの今年はいらないんですよねといったようなことですとかあとは接種医療機関のご案内とかそういった内容が もうほとんどの内容になっております。あのまあざざっとあの区分いたしますとその自己負担額あの確認していただあの確認をされるような内容というのが、えー、4割ほど、また手続きのその方法についてあの24%ぐらい、まあ、これであのもう片6割から7割ぐらいということですのであのそういう状況になっております。はい川井。 年末年始、なんか困りがあったときにどうするかというようなことが、お知らせがあればなというふうに私は思いました、それと、この高齢者のインフルエンザ予防接種に関して、この間、倉田議員がずっと議論させてもらってきていますが、私、政令市の状況をちょっと調べたんですけど、無料にされているところが今年度5市ありました。それででのところで言えば、ね 13市はあの非課税世帯は無料ということで、あのされてるんですね、で、本市とまあ新潟市で言えば、生活保護世帯のみということになっていて、私はあの昨年度まで京都市は非課税世帯というか、所得額ですね、応じて無料という区分だとか、1000円の区分とか、設けてしていた。 にもかかわらずこのコロナと同時感染が心配されてしかも、まああの、本当に毎月のように物が上がる、年金が下がった上えに、医療費の負担なんかが増えているという、まあ、そういうあの高齢者への,あの生活実態、厳しくなっている中で、今年度やったということが、本当にね、今、自治体がやるべきことではないなというのを、この,あの状況を見ながら、 思いました。どうして非課税ぐらいは無料という判断もできなかったのかなということも思いました、えー。市民の命と健康を守るための予防接種です。それをあの先ほども申し上げましたけれども、受けやすい環境を作る。そこにこそあの自治体がね力尽くすべきだという,ふうに考えております、えー。請願内容を受け止めていただいて、まあ,あの一刻も早くですね改善求めたいと思います。どうですか。え島市長。 はい、あのこの予防接種のあの自己負担額の見直しにつきましては、あの昨年度、あの今年度のこの今年度に向けての予算、司会の中であのご審議をいただきまして、あのお願いをさせていただいたところでございます。の高齢者のあの人口があの。まあ、この間も含めてまあ、今後もあの増加をする中で。 この予防接種の事業、あの制度をあの持続可能なものとしてあの安定的に続けていくため、まあ、年1回の,あの負担とご負担ということであの年1回1500円、まあ、なんとかあのご理解いただいてあのお願いをできるあの範囲ではないか、なんとかお願いをさせていただきたい。 いうことで、あのコロナ禍という状況ではございますけれども、あのお願いをさせていただいたということであります。あの今もご指摘がありました。あの他の政令市あの西があの非課税者の方も無料え有料ということで、あの以前からあのされておろうかと思います。けれども、もまあ、そういったあの都市の状況。また、あの京都府下の市町村の中にも。 あの非課税者の方有料というあの市町があ,のありますので、まあ、そういったところの状況をあの拝見する中ではあの、接種率にその大きな影響がないのではないかということで、あのまあ、それも考慮した上で、あで、案としてあのご提案申し上げて、あのお願いをさせていただいたという状況でございます。はい川合委員 接種率に影響がないということですが、本当に出すのが大変だという陳情、請願者の声もありますし、今の暮らしの実態からいってあの、今は本当にあの負担を下げる、そういう時だという,うに思いますし、請願に応えていただきたいことを申し上げて終わります、はい、では他にございませんか、はい、岩田委員、どうぞ。 1、はい、岩あ一点、ちょっと確認なんですけど、今、11月の速報で、接種率46.09%ということでしたが、これ、対前年等々含めてどうなのかということを伺いたいと思います。島市長、はい、あの接種率のの状況でございますがが年、あのー、年度あの昨年度昨のの月末時点が でありまして、それと比較いたしますと、3.98ポイントあのアップをいたしております。と、あのご参考ですけれども、あの先月あのご報告いたしました10月時点、まあ、これあの2週半月分ということになりますけれども、令和3年度が9.81% 令和4年度が14.27%ということで、10月の時点では、あの今年度の方がプラス4.46ポイントあのプラスであったわけですけれども、それと比較しますと、その差があのわずかですけれども、あの縮まっているあの状況がございます。あのいずれにいたしましても、この令和4年、今年の11月の数字はまだちょっと暫定の数字ということですので、あのご了承いただきたいというふうに思います。 あれですね、結局、トータルとしては、えー、3.9%アップはしていると、受けていただいていると、ただあの、10月分から10月だけを見ると、えー、このアップ率は、えー、若干縮小しているという状況だということですね、分かりました。はいい他にございませんか え、内容ですので、え、取扱いを、取扱いはいかがいたしましょうか、自民党。はい、自民党。採択でお願いします。はい、不採択、はい、共産党。はい、共産党。 はい、えっとコロナとの同時流行ということで特別な時期であります。これあの採択すべきです。はい、採択。じゃあコメント。えー、あの懸念していた部分もあります。で、まあ、一言ちょっと申し上げておきたいんですが、あのやはりこの感染症というものはですね、これから日本でもですね。 本当にあの強い国になるということで、国の方も今、いろいろな動きがあります、当然、京都市としましても、この感染症、インフルエンザも、またコロナもどうなるかわからないということですから、やはり全体感、それでやっぱり高齢者がやっぱり一番あの被,害被害というか、われているという部分もありますので、十分その辺は注視していっていただきたいと。 いうことは述べておきたいというふうに思います。すいません。意見申し上げて。まあ、その上で、まあ、今回採択をということであれば。この請願につきましてはですね。非常にやっぱり、あの、無理があるというふうに思いますので。私は、不採択を。はい。採択。はい。はい、はい、あの、採択をしたいというんであれば、私はもう不採択。はい、いうふうに思います。さあ、はい、では、京都と日本維新の会。はい、どうぞ。 あの私もひとプロなんですけど、引き続きあの状況をしっかりと注視していただいて、今後どうなるかというのは、まだまだ分からないところでございますから、そこはしっかりとあの今後もえ見ていただいて、しっかりと報告をしていただけたらなと思いますが、今の京都市の状況を考えると、やっぱり今回は不採択かなと思います。で,いしますはい、では立憲民主党 まああの,の内容自体言って、まあ、議論が進んでいるということでありますから、えー、不採択でお願いいしたい、はいはい、それではご意見が分かれておりますので、評決を取りたいと思います。なお、評決につきましては、採択、不採択の順に挙手を求めますが、採択、不採択、いずれも少数の場合は、審議未了の扱いとなりますので、ご承知おき願います。 それではまず本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。はい。少数であります。次に本請願を不採択とすることに賛成の方は挙手願います。はい。多数であります。よって本請願は不採択とすることに決しました。はい。それでは次に陳情第3746号ヘルスピア21の廃止方針の中止を審査いたします。なお、本件につきましては、 11月9日に審査を行った陳情第3673号と同一の内容ですので理事者からの説明は省略いたしますそれでは何か質問はございませんかはい倉田委員どうぞはい倉田委員 はいえっとまずですねまあ、同一の陳情内容というふうにおっしゃったわけですけれどもしかしこの陳情文書にあるように個別の市民募集もなくまた利用者の声を聞かれたわけでもないという指摘がありますこれいかがでしょうかこれ事実かどうかいかがですか坂本健康長寿の町京都推進室長 はいえーま、意見を聞いたか、利用者の声を聞かれたかということの確認でございますけれども、えー、このヘルスピア21の廃止が妥当であると判断するに至る前にです、ね、廃止の検討に当たりましては、えー、我々としましては事務事業評価委員会からのご意見もいただいておりますし、えー、令和3年度の行財政改革計画の市民意見募集においてもご意見を伺っております。また、えー、ヘルスピアのの公式登録者に対してはこの 行財政改革計画の市民意見募集について、個別の判断をさせていただいております、まあ、そういった中で、えー、ヘルスパンについてのご意見もいただいているという状況でございますので、意見をお聞きしているということと認識しておりまますす以上でございます、はい、倉田委員あの、一人一人の利用者の声ですよ、全利用者から声を聞いたのかということです、いかがですか。はい、坂本市長 はい、広く医問意見募集をさせていただいておりますので、お聞きしているものとして認識しておりますはい倉田委員あの聞かれてないという訴えであります、これ、重大なことだと思います。それからもう1点え、ヘルスピアですけれども、これ、あの議案が示されまして、議決していますが、この条例は廃止条例ですが、令和5年4月1日から施行するということになっておりますが。 これ、地元の井上検事議員から聞いたことですけれども、ヘルスピア21ですが、2月末で現在の委託法人が、法人解散の手続きという運びで、3月は別の事業者に京都市が新たに委託するということでありますが、これ、事実ですか。坂本市長えっとヘルスピアの運営についてでございます。 まず、えー、とヘルスピアを運営して管理しております、えー、公益財団法人健康づくり、共同康づくり協会が、えー、自主事業として、えー、教室等を実施しております。教室等につきましては、これまでから開始時期、終了時期については、協会自らが判断して決定されておりますので、2月で終了するということでございます。ままた、えー、こののに関しましては、まあ、ヘルスピアの職員が、えー、4月1日から、えー、別法人に 再就職予定であること、また3月については施設廃止に伴う倉庫整理や、残務整理を行う必要があるため、非常に2月3月については事務が煩雑になよということで、教室については2月ということで、終了ということでさせていただいています。ただし、事務プルについては、3月も運営しまして、3月31日閉館するものでございまして、ただ、先ほど申し上げましたように、3月については施設管理業務に加えまして、そうした施設廃止に伴います 倉庫整理や残務整理を行う必要があり、まあ、業務量が大きく増えると見込んでおりますので、こういったことに対応するために、健康づくり協会と私ども京都市として、こういった例外的な状況にどう対応していくのか、協議してました結果、施設利用にかかる業務につきましては、別の業者にも委託をして実施するということをさせていただいたものでございます。以上でございます倉田委員 これあの条例違反に抵触するんじゃないですか、新たな委託をするのなら、これ、ちゃんと議会に説明をし、議決しなければいけないと思うんですけどいかがですか坂本市長。 はいあの指定管理業務につきましては、引き続き健康づくり協会が担うものでございますので、これについてはあの、えー、改めてお聞きする必要がないかといううに思っております、ただし、こういった3月の状況につきましては、非常に例外的な状況でございますので、こういった形の対応について、どうすべきかということで、判断し、えー、検討させていただいたものでございます以上でございます。はい倉田委員 はい、例外的な扱いですよね、こちら聞かなかったら何もお答えにならなかったということですか、問題ですよ、これだけあの議会でも議論をし、さまざまな市民の要望も今もなお、こうやって陳情が出されるということは、十分に利用者の声は聞かれていないという証拠ですよ、その上で、例外を自分たちだけで決めてしまう。 このやり方は到底認められませんそれからあのこれまでも議論してきましたけれども、利用者に損害を与えてはならない、そうならないようにするとおっしゃってましたけれども、結局ね、類似施設などでは、これまで障害を持つ方、高齢者などが活用されてきたようなヘルスピアの利用と同じようなわけにはいきません。ぜひででですねここれあの、まあ、テルサとのの話し合いいもどこまで進んでいるのやら 利用者一人一人が納得できるような説明ができたのか、どうなったのかもね。一切、これ、私たちに知らされていません。こんなもとでは、あの、私、あの、絶対に、あの、許せないと思います。一人一人が受けてきた、あ、その健康を保持増進するためのサービス。これ、担保する責任は京都市にあります。これ、ぜひやっていただけたい,いかがですか。坂本市長。 はい、あの現在ですね、h 用設備廃止後も、えー、円滑に、えー、健康づくりについて取り組んでいただきますようにということで、類似施設につきまして、えー、これまで、まあ、キャンペーンを実施するということについては、えー、この場でもお答えをさせていただいたところでございますが、このキャンペーンの実施につきまして、えー、近隣の民間施設のご協力を得まして、 環境をを整えましてて案内を開始させいいただいただところでございます、まあ、この案内を通しまして、利用者の皆様のお声もお聞かせいただけたらというふうに思っております。また、このキャンペーンの案内に合わせまして、1回ごとに利用できる施設もご案内しておりますし、民間施設だけを案内しているのでなく、地域化予防推進センターや、老人福祉センターの事業も案内をさせていただきます。こうした 市民地域のさまざまな取り組みを含めまして、引き続き主体的な健康づくりに継続して取り組んでいただくように我々としてもあの努力していきたいというふうに思っております。以上でございます。はい、倉田委員。せめてね、基本的な公的施設であるテルサ、もっと真剣な話し合っていただけませんか。今まで受けてきた人たちが困ることがないように、せめてその方々一人一人のこれからもサービスを。 受け続けられる、そのための保証は取り付けるぐらいのきちっとした決意を示していただきたい、いかがですか坂本市長、はい、近隣の京都テレサにつきましては、ヘルシピアの利用者の皆様が移行していただきやすい一番の施設だというふうに思っております、この間、京都テレーサーとは話し合いをさせていただきまして、このたびキャンペーンとしましては、入会金通常6600円のところを無料とするということ。 また、月額回避につきまして、例えばデータイム会員とでのございます、月曜日から金曜日、祝日を除きますが、5時半までの利用につきましては、月額回避8800円のところを、4400円の減額、これを入会登録月からの3か月間、実施しておくというような取り扱いをしていただいております。また 無料体験の実施というものも特別に実施をしてたいこととことで、テレサの方にはご協力いただいているところでございます、まあ、こういったことも案内も含めて、テレサの方からは、ヘルスピアにブーストを設けて、入荷を受け付けるということもしていただくことの予定になっております。しっかりと京都テレサとも協力して、利用していただきやすい、移行していただきやすい環境を整えているものというふうに考えております。以上でございます 移行し、サービスを継続できない人が一人も出ないように、そのことが皆さんの責任です、それができないのなら、ヘルスピア、存続させるべきです、あの本当にね、これあの、えー、施設の在り方とか、民間の在り方に合わせるというのではなくて、一人一人の市民が受けているサービスを維持、継続する、そこにこそ、健康増進化の、私は大切な役割があると思いますので、この点を厳しく指摘します。 以上で終わります、はい。では、あの、他にございませんか。はい、なければ、本件は陳情ですので、この程度にとどめます。え次に、陳情第三千七百四十七号から三千九百三十五号え。経路乗車証制度の交付基準の見直し、ほか、百八十八件以上。百八十九件は、いずれも同一内容の陳情ですので、え一括して審査いたします。なお、本件については、十二月五日に審査を行った。陳情第三千七百二十七号から。 三千七百四十一号と同一の内容ですので、理事者からの説明は省略いたします。それでは、何か質問はございませんか。はい、堀副委員長、どうぞ。はい、堀副委員長。 あの私、あの説明を省略されてるんですけど、新たにね、あ,あの委員会資料で交付状況が発表されてるじゃないですか、もうせめてそういうことがあの報告がされてというような形を取っていただきたかったなということは、ちょっと申し添えておきます。あの私の方からはあの、今回の経路乗車証なんですけれども、あの持続可能な制度にするそうしていくために、えー 年収、えー、700万円以上の高齢者を今回は対象外にまあされている。まあ対象外になられた方っていうのは何人おられるんですか。えー、米津健康長寿の町京都推進室介護ケア推進担当部長。はい。えー、今回令和4年10月から。えー の負担金の見直し、それからあ等の,あの見直しを実施をさせていただいているところでございます。で、あの今、議員ご指摘のとおり、あのこの10月1日から700万円以上の、合計所得金額700万円以上の方、この方々をまあ対象外にあのさせていただいたところでございますけれども、あの令和4年10月末現在の集計で、あの対象外となったあの方の人数につきましては、えー、6673人という形で、えー、集計をしているところでございます。 堀副委員長あのね、6673人、これ、対象者のお数で、えー、構成費、ずか2%ですよ、ねこれ、その方を対象外にして、これ、経路乗車証というふうに言えるんでしょうか、経路乗車証制度というのは、長年社会に貢献してきた高齢者に等しく給付する制度なのではないんですか、いかがですか。米津担当部長 はい、あのまあ今回、700万以上の方を対象外にさせていただいたところでございます、あのまあこれまでからもあのご説明、あのご答弁をさせていただいたところでございますけれども、あのまあ本市の厳しい財政状況、それからまあ制度を取り巻く社会情勢の変化等に踏まえまして、より援助が必要な方に対しまして、必要な支援をしていくという福祉政策の本来の趣旨に立ち返りまして、今回、こういった形であの対象外にさせていただいたというところでございます。以上でございいますはい 堀副委員長これ、福祉施策じゃないですよ、はっきり言って、持続可能な経老乗車所制度とは、まあ、何回も言いますけれども、単なる割引制度じゃないですか、学生割引ならぬ高齢者割引、敬老の心がもう持続可能という言葉で打ち消されてしまっているんじゃないですか、敬老は高齢者すべてを対象とするものではないんですか。で今回の制度は もうあれじゃないですか？高齢者乗車証割引乗車証っていう制度じゃないんですか？いかがですか？レオネッツ担当部長。 えーあのまあ、割引あのというのはあのどういうご趣旨でおっしゃっているのかというところはあるんですけれども、あのまあ、経路乗車証制度あの、昭和48年から実施している制度でございましてあの、まあ、今回の見直し、令和4年10月、令和5年の10月という形であの、まあ、2か年にわたっての見直しをさせていただくというところでございます。まあ、令和4年10月からは持続可能性を高めるための見直しということで、まあ、負担金の引き上げ等を行,行ったところでございますけれども、令和5年10月からにつきまして、 しては利益あのあの、利便性の向上につながる見直しということで、経路バス回数券の導入でありますとか、あの民営バス経路乗車証の適用地域の一部拡大という形であの、利便性の向上にもつながる見直しということをあの取り組んでまいるということで、現在、詳細をあの詰めているところでございますので、そういった形であの持続可能性を高める見直し利あの、利便性の向上につながる見直し、これをセットで実施することによりまして、この 政府は経路乗車証制度を未来に向かってあの引き続きあの、まあ、維持をしていきたいという形で今回行うものでございます、以上でございます、堀副委員長。あのね、あのこれ、高齢者、いわゆる高額、まあ、高額じゃないですよね、中,中高所得者というふうな、まあ、感じになるかと思いますけれども、尾藤弁護士、ご存知でしょうか、あの経路乗車証に思うというので、京都新聞のコラム。 暖流というところに書かれておりましたけれども社会保障の給付については生活困窮者に限定して給付する選別主義と社会的に負担すべきニーズのある人すべてに給付する普遍主義の2つの考え方があるが遅れた社会保障の国である日本では普遍主義はほとんど根付いていない もともと経労働者賞の制度は、長年社会に貢献してきた高齢者に等しく給付する制度であって、えー、財政がどうであろうと、京都市では数少ない普遍主義に基づく制度であった、もうこのことをね、ちゃんとあのわきまえていただきたいというだ、ですから、その中,中,中高所得者の方にとってみたら、いわゆる税負担だけが、 あの残っていくという、そういう感覚になって、何らだ恩恵を受けていないという、そういう感覚になるんじゃないかというふうに、私はあの感じてしまいました。租税抵抗感をもう強めた、まあ、そんな福祉給付のあり方ばかりでいいのかという、そのことをしっかりとあの考えていただきたいなというふうに思っております。で、今回、交付、経路乗車証の交付状況、あの見てみましたら、交付率は昨年と比べて、 7%ほどあの、えー、少なくなっているというふうに思いますそれをまあどうご覧見ていらっしゃるのかということとそれから今回の階層別の交付状況を見ますと対象者の構成比率と交付者の構成比率を比べますと負担額が大きいほど、えー、少なくなっているし、えー、当然、えー、昨年と交付率を比較しても年収200万円以上700万円 未満の交付率が10ほど低いんですこれまで利用者の6割が3000円、月250円で乗車していただいていると言ってこられましたけれども、対象者の6割が市民税非課税の方ですから、3000円の方が多くなるのは当たり前だというふうに私は思います。10年かけて75歳に年齢を上げていくことで、対象者をさらに減らしていく。今回の交付者数を見れば 比の約3割を減らすことになる、もうこれで持続可能な経路乗車証制度と言えるのかっていったら、私は言えないというふうに思いますので、えー、多分またあの今後も出てくるだろうと思います、経路乗車証に対しての陳情が、その時に、えー、ちゃんとその陳情者の思いにきちっと答えられるような答弁をお願いしたいと思います終わります、答弁よろしいの 他にございませんか、はい。なければ本件は陳情ですので、この程度にとどめます。以上で請願陳情審査を終わります。それでは次の一般質問に関連のない理事者は、これで退席願います。お疲れ様でした。次の一般質問につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは準備が整いますので、しばらくお待ち願います。 それでは一般質問を行います昨日までに倉田委員からコロナ対応について一般質問の申し出がありました通告のあった質問と関連質問を行うことといたしますまた質疑にあたっては所管事務の範囲から外れないようにお願いをいたしますそれでは一般質問を行いますコロナ対応について倉田委員どうぞ はい、倉田委員それでは、えっとコロナ対応について、あの1点伺っておきたいと思います。えっとこの間不議会でですね。あの、第7波でたくさんの方がまあ、自宅療養中も、そして施設入所者もお亡くなりになったということを問題にしてまいりました。えー、施設で入所されている方が入院できずにまと、あ、め置かれた状況で。 どれだけ亡くなっているのかという議論の中で、昨年12月21日から今年4月末までで51名、12月21日から6月14日までで52名、そして6月15日から11月末までで92名という数字が明らかとなりました、合計で144名、亡くなっている、まあ、重大な事態だなというふうに思っているわけです。それで 事前にもあのお伺いしてきたわけですが、例えば直近の6月15日から11月末まで92名、当初、このお数字だけでも驚いてたわけなんですけれども、そのうち本市の施設内での死亡者数は何人だったのか、これ、いかがでしょうか。島出張。はいあのー 府議会での,あのご答弁の内容等というのがまだ十分にあの確認ができておりませんので、あのそれとぴったり一致をする数字というのは、まだちょっとあの申し上げることができないんですけれども、あの今もご紹介がありました、以前あの同様の,あの1月1日からの 亡くなられた方の数の,あのお問い合わせがありました、あのお尋ねがありましたときにあの、申し上げましたのは、あの23人というふうにあの申し上げました、これはあの1月1日から9月11日時点まで、あの京都市の方であの亡くなられたということの,あの公表をした数字のうち、さらにあの、まあ、当時あの、ご遺族の同意のをいただける範囲で、 あの公表をいたしておりましたので、そのどちらでお亡くなりになったかということも含めてあの、公表させていただいた数字の積み上げが、まあ、この23ということでありました。で今回あの、事前にあのお話をいただきましたので、あの同様のベースであのお調べをいたしまして、6月15日から11月末までで、でえー 同じように、あの亡くなられた、公表をいたしましたうちの,あの施設でお亡くなりになったという方の数字、あの同様の,その同意がある範囲の,あの数字ということで、11人というふうにあのカウントいたしております。まあ、ただあの9月26日以降あの全数の,あの 届けであのすみません、えーと、発生届の,あの限定化がされて以降、あの京都市の方でもあの公表数字、まあ、これはあのもう亡くなられた方の人数だけということで、あの絞っておりますので、まあ、それ以降の数字というのは、一切ここには入らないことになりますので、あのそういった点もあのご承知をお聞きいただきましたうえで、あのまあ、ご紹介したようなあの数字ということになっております、はい、倉田委員、はい。今おっしゃったことも含めてね。 結局、実態は何も数字として明らかにされていない、そのことに私は大変重大な問題があるというふうに思います。何がほんまなのかはっきりさせない、まあ、こういう状況の下で感染症対策できるんでしょうかというふうに言っておきたいと思います。改めて求めます、京都府議会の議論の中で、少なくとも昨年12月21日から、そして今おっしゃったように、11月末まで、 で、でトータル144名ですこれが京都府が明らかにした数字ですので、そのうちの京都市域が何人なのか、このことははっきりとさせていただきたい、そうでないと実態が分かりません、施設の医師等が要請したら、外部の医者がコーディネーターとして赴いて、治療に当たれる体制を作ったというふうに言ってこられました。 事前にお聞きしますと、これまで27回の派遣実績あると聞きましたが、そこでどの程度の医療が供給できたのでしょう、そして入所者の命が救えたという実績はきちっとつかんでおられますか、いかがですか島市長、はい、あのこの間あの、施設で療養される方の,あの医療提供体制、あの順次あの、今年度に入りましてからも、 あの整えてあの拡充をいたしております。あのご紹介いただいたあの医療コーディネートえ、oc 医療コーディネートチームであります。とか、あの今月からはあの健康観察の方も。 あのチームを作ってあの強化をいたしておりましてあの施設での療養体制を整えているところでありますあの今お尋ねのそのそれによってこう救えたかというと逆に言うと救えなかった場合というふうなこととの比較になりますのでまそういうあのなかなかあの数字であの申し上げるのが難しいございますけれども少なくともあの施設での療養についてあのご安心いただけるように。 の命と健康を守るためにあの全力を挙げてあの、京都市としても取り組んでおりますし、あの施設の方でもご尽力いただいております、医療機関の方にもご協力いただいておりますので、あのその点はあのご理解をいただきたいと思います、はい、倉田委員、はい、高齢者や基礎疾患のある人など、高齢者、障害者施設の入所者が確実に入院できる体制を作る必要があります。 この件に関連して他にございませんか。はい。内容ですので、以上で保健福祉局を終わります。理事者、お疲れ様でした。次の子ども若者育み局につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは、子ども若者育み局の理事者が参りますまで、しばらくお待ち願います。 それでは子ども若者育み局関係の報告聴取を行いますまず出産子育て応援事業括弧箇所についての報告を聴取いたします理事者報告願います昭山子ども若者未来部長はい、はい、どうぞ説明は着席していただいてありがとうございます出産子育て応援事業箇所についてでございます教育福祉委員会資料をご覧ください 国の令和4年度第2次補正予算において、各家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭を支援し、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、伴走型相談支援の充実と、経済的支援を一体として実施する、出産・子育て応援交付金事業が創設されました。 今後、国から事業実施にあたっての通知が発出される予定ですが、速やかに実施に向けた準備を進める必要があることから、現時点で国から示されている事業,事業概要および本市の対応についてご報告させていただきます。1、事業概要でございます。伴走型相談支援と出産・子育て応援ギフトを組み合わせた形で継続的に実施することにより、すべての妊婦・子育て家庭がより安心して出産・子育てができるようにしていくとされています。 両学校1伴走型相談支援について妊娠届出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い出産育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐものです。両学校の2 出産・子育て応援ギフトについて、妊娠届出や出産届出を行った妊婦等に対し、出産・育児関連用品の購入費助成や、子育て支援サービスの利用,者利用負担軽減を図る経済的支援を行うものです。妊娠届出時および出産届出時の面談実施後に、それぞれ5万円相当、計10万円相当の給付を行うこととされています。2本市の対応でございます。 両学校の1、えー、伴走型相談支援について国においては、丸の1、妊娠届出時丸の2、妊娠8ヶ月頃丸の3、出生届出から入児家庭全子訪問までの3回ただし丸2は希望者のみ面談の機会を設けることとされています本市においても現在実施している事業妊婦相談事業こんにちはプレママ事業入児家庭全子訪問事業を活用する方向で実施方法等を検討していきます 両この2、出産子育て応援ギフトについて、国は給付方法として、出産育児関連用品等のクーポン、家事・育児支援サービス等の利用料減免など、幅広い支給方法を選択することが可能として、現金給付もオプションとして排除しないとしています。また、申請書の提出は必須とされており、プッシュ型の給付は不可とされております。本市としてはは出産育児には 各世帯にかかる経済的負担はさまざまであることを踏まえた市民の利便性、給付にかかる事務費軽減、早期実施の観点から現金給付を行います。2ページをご覧ください。出産応援ギフトは、妊娠届出時の面談後に申請をいただき、妊婦1人当たり5万円を支給します。子育て応援ギフトは、原則乳児家庭、全後訪問、生後4ヶ月までの実施の 面談時に申請をいただき申請時1人当たり5万円を支給します。3対象者及び事業スケジュールでございます。両学校1対象者について出産・子育て応援ギフトの対象者は令和4年4月1日以降に出産された方です。下の米印先行支給の申請書等の送付開始は2月中旬を予定しています。また基準日は伴走型相談支援と一体で事業を開始する日で、 自治体ごとに設定することとされていますこれは令和5年3月1日を予定しています両和子の2出産子育て応援ギフト支給対象者の分類及び支給方法等について表をご覧ください丸の1基準日前に出産した方について10万円を一括して支給します 令和4年4月から同年12月末までに出産した方については、令和5年2月中旬に申請書件、アンケートを郵送し、受付支給を開始します。令和5年1月、2月に出産した方については、準備が整い次第申請書件、アンケートを郵送します。次に丸の2、基準日前に妊娠届出をし、基準日以降に出産した方について出産時に10万円を一括して支給します。 出産後の乳児家庭全子訪問事業実施時にアンケート、申請書を提出してもらい10万円を一括支給しますただし出産までに面談を行う機会があり申請を希望される場合は妊娠時の5万円を先に支給し出産後に5万円を支給しますえ次に丸野さん基準日以降に妊娠届出をし出産した方について妊娠時に5万円出産時に5万円を支給します妊娠時は妊婦相談事業 保守健康手帳交付の時にアンケート、申請書を提出してもらい、5万円を支給します。出産後は、乳児家庭全校訪問事業実施の時にアンケート、申請書を提出してもらい、5万円を支給します。 国の二次補正予算では令和5年9月末分までの計上ですが10月以降継続的に実施するために必要な安定財源の確保については令和5年度当初予算編成過程において検討し必要な措置を講じるとされています3ページをご覧ください参考に妊婦、えー、妊娠出産時期と支給について先ほどご説明した内容を表にまとめています4 令和4年度の事業費、概算でございます。事業費は約9.3億円、内訳は給付費約9.1億円、事務費約0.2億円を見込んでいます。補助率は国3分の2、府6分の1、市6分の1で、本州負担は約1.5億円です。給付費約9.1億円の内訳は、表に記載のとおりです。令和4年度については、2月中旬の事業開始に向けて、予備費を活用し、速やかに委託事業をし 委託業者の選定や申請書等の作成に着手します。なお、令和5年度分の予算については、今後の準備状況等を踏まえ、精査の上、必要経費を計上する予定です。5、周知広報でございます。支給対象者1の方には、個別に申請書等を郵送します。支給対象者2および3の方には、妊婦相談事業等を通じて周知を行います。また広報発表やホーームページへの 掲載等のほか関係部署等と連携して周知を行います6今後のスケジュール予定でございます一月上旬にコールセンター書類審査等委託業者のプロポーザル募集を開始し案内文申請書等の作成を開始します二月中旬から支給対象者一の方から申請書等を発送受付を開始します 3月1日から支給対象者丸 ② 及び丸 ③ の方について受付を開始します3月中に第一回の支給を行います説明は以上でございますはいえただいまの報告について何か質問はございませんかはいでは田中貴則員どうぞ はい田中貴則委員、はい、あの出産・子育て応援事業、仮、ま、称、あ、ですが、国の第、えー 第2次補正予算において、まあ、あの決まった流れで、まあ、京都市でもこれを進めていこうという形で、まあ、大きく分けて、えー、伴走型相談支援と、まあ、出産、子育て、応援ギフト、この2本立てをです、ね、一体としてやっていくという形で、まあ、京都市の方もそれに合わせて、えー、取り組みを今、進めていただこうとしておるところで、ご報告だったというふうに思っておりますが。 えまずですね一応確認をしていきたいのはもうこの伴走型相談支援の方ですね、これ、まあ従来からもいろいろと京都市の方は子育て支援等、ですねあの妊婦の届け出時からいろいろとやっていただいているまあ資料にあります通りですねえもう本当にいろんな事業。 妊婦相談事業、こんにちはプレママ事業、乳児家庭全土訪問事業とかやっていただいていると思いますが、まあ、この伴走型、えー、相談支援ですね、新たにまあこの取り組みによって、ですね新たなことを実施される部分があれば、えーあの、もう一度聞かせていただきたいんですが。平野子ども若者未来部子育て世代包括支援担当部長、はいえー、これまでの伴走,、えー、伴走型支援の取り組みについてでございます。 本市におきましては各市匠に設置しております子ども育み室におきましてまず母子健康あの妊娠届の際に母子健康手帳を交付するとその際の全数面談というのを皮切りにいたしまして主に初,初妊婦というんですか初めてお子さんを妊娠された方を中心として 中心として、あのこんにちはプレママ事業というので面談をしたりしております、でさらに、えー、生後4か月までの間に、えー、全、えー、全全全ての乳幼児とその保護者を対象として面接面談をするこんにちは赤ちゃん事業ということで取り組んでいるところですけれども、今般国から示されました中では、えー、妊娠時と出産時については全数の面談というのが原則になっておりますのでそれで対応しておりますけれども、えー、今般におきましては8か月。 主に8ヶ月を目安に、えー、アンケートを送付して。 希望さされれる方にについいてては面談という,ふうにされております。現行あの実施しております、えー、こんにちはプレママ事業につきましては、初妊婦および、まあ、ハイリスクといいますか、えー、不安を抱えるお母さんということに限定をしておりますので、す、え、べ、ー、ての方にアン,ケートアンケートを送付するというのが新たな取り組みになりますし、そのアンケートを送付された中で、ご希望されるという世帯があれば、あのこれまでの,そのこんにちはプレママ事業の対象外に、これまでは対象外でしたけれども、そうした方も、えー、含めて、えー な日かの形でこう面談をしていくという、そういう形になってまいります、はい、田中貴則委員、まああの。伴走型支援の方もですも、ね、これまでからもあのいろいろと取り組みをしていただいた、それを、まあ、拡充もしてしながらです、ね、本当に必要な、えー、方たちにです、ねまあ、しっかりとやっていただけるというふうに私自身は認識しております、しっかりとまああの実施されるときはです、ね、こういった対応、よろしくお願いしたいと思いますので、お願いいたします。 まあ次にですね、まあ、子育て出、えー、出産子育て、まあ、応援ギフトという中でですね、まあ、今回まあ、あのー、国の方、 例、まあ、いろいろとクーポンとかいろいろというルールもありますが、まあ、この京都市は今回は、まあ、現金という形で,です、ね、給、あのー、付を実施されるということだというふうに思っておりますが、まああのー、この本市においても、ですねこれは、まあ、迅速に対応していくべきだというふうに私自身も思っておりますし、まあ、これまでも現金給付といろいろやっておりましたが、まあ、迅速にですね、 対応するために、あのまあえー、現金給与の実施、まあ、予備費活用であるという説明は先ほど、まあ、速やかにするための予備費活用だというふうに説明を受けたというふうに思っておりますが、まあ、その点について、改めてです、ね、もう少し詳しくお聞かせいただけますでしょ石、はい、山部長。はい 国の,、まあの国の方が示されているものを受けて、京都市の検討についてなんですけども、あのこの出産子育て応援ギフトにつきましては、あの国の方からあのクーポン、示されてますので、クーポンについてもあの検討させていただきました。 あの経済波及の効果という面ではあのこのクーパンというのはまあメリットもあるんですけどもあの実際やる場合にそのカタログなどの,その専用サイトであったりとかあとまあクーポンの発行管理であのまあ事務費でまあこれ京都市でやるとしたときに約2.3億,億円かかるというふうにあの見込んでおります。であと、まあ 開始までにです、ね、やっぱりあのシステム作ったりとかするのに準備が必要で3か月ほど必要で、まあ、あの事業開始が早くて、まあ、4月以降になるというふうに見込んでおります、まあ、一方で、あの現金給付の事務については、あのまあ、今年度、えっと、額としては、えっと、0.2億円上げさせていただいているんですけれども、あの通年ベースで申し上げるとあの約4000万見込んでまして、あの やはりあの氏名の利便性であるとかあの給付にかかります事務費軽減、あとまあ早期実施という観点からその現金給付を行う。 ものでございます。あの、ちなみにあの辰年の状況で申し上げますと、ほとんどの政令市では現金支給を予定していると聞いてます。で、今回あの事業自身に当たりまして、あのご指摘いただいてます。とおり、あの迅速に対応できるようにということで、あの予備費を活用させていただきたいと考えています。で、その中でその国から通知が発出され次第、速やかにその委託業者の選定であります。とかえ、申請書類の作成に着手しまして、あの先行支給の？ 申請書等2月中旬には送付を開始したいと、とこちらもあの多所市の状況になるんですけれども、あの2月、3月の事業開始を目指していると,ところが多いというう聞いております田中貴徳委員。まああのクーポンか現金かで、今ご説明あった通りですね。まあ現金の方がまができる限り早くできる、まあ、その中で京都市はまあ制定都市の中でも早い、まあ、もう2月には開始するために今回は。 まあ国を待たずにですね予備費を活用するということなのかなというふうに思っております。我々自民党としてもですね まああの妊娠出産された方にできるだけ早くですねお届けしていただくということが本当に重要だと思っておりますのでまあ速やかにこれ準備着手していただきたいというふうに思っております。それでですねまあ事業についてですがまああの今回京都市の負担が六分の一ということですねまあ約一点五億円が負担ということでまあ全国的にこれ実施されるということでまああの聞いておりますがそういうことでよろしよかったのかということとで,ですねこれ全国一律なのかまた一方でですねもし市町村で上乗せ しはるようなところは出てこないのか、そういうところはないとは思うんですが、その点確認しときたいと思います。石山部長、はい、あの、えー、と今のところ示されている補助率はあの報告資料に書かせていただいている通りなんですけども、ただあのまだちょっと詳細のあのクーポン以外の今回京都市現金支給をやるんですけども。 あのそこの部分についてのちょっと国の補助割合が出てなかったりだとかあのしてますのでちょっとそこは国の,あの状況をちょっと確認していく必要があるというふうに考えております。であとあの、他、ま、都市のちょっと上乗せの部分についてなんですけどもあの国の方の見解としてはまあこれとはまた別に独自で上乗せすることは否定しないということはまあ言うてるんですけども、まあ、基本的にはあのこの内容をあのどこの都市もやるというふうには認識していると考えています。 ええ、田中忠則。分かりました。あの、まあ、何を受けるにしたかまあ、よその年の方がすぐおい,いでとか言われるのがですね。また。あの大変、私自身としても、京都市も一生懸命いろいろと取り組んでいる中。そういった比較されるのが大変。心苦しい点もありました、ね。ので今の点は確認をさせていただきました。それでですね。まあ、あの。一歩これ、事務を早く進めるためにですね。まあ、一月上旬には、まあ、コールセンター。ええ、書類審査等の委託業、業者のプロポーズなど。 募集されるということで書いていただいておりますけど、まあ、どのような業者をこれまあ選定されるのか、今までもこれまでもいろんな形で,です、ね、こういったことをやられている事業者が、まあ、ないということはないと思いますが、ある程度、そのような方向でメでド、ね、というか、おそらくこれ、2月から始めるようなところはそういった事業者に対してです、ね、みんな集中してしまう可能性もあるというふうに思うんですが、その点でどのようなメドが立っているのか、お聞かせいただきたいと思います。塩山部長 はい、あの本日、ちょっとご報告させていただいて、具体的にはちょっと進めていく形になりますんで、ちょっと事業者の目ドということになってくると、ちょっとまだこれからの話にはなってくるんですけども、ただ、あの京都市の方でもこういった事務やって持てるところはございますんで、あのそういったところなんかには、公約をさせてもらうとか、まあ、プロポーザルでこれやりますんで、あのそこのところは事務の,の使用をしっかり明記した上で、あで、募集の方をさせていただきたいと、必ず確保させていただきたいと考えています。 田中貴則 わかりました。あの、本当に、あの、ね、そこの事業者によってですね。遅れることは、これはないようにですね。しっかりと適切な、本当に、あの、しっかりとやっていただける。そういったところを選定いただきですね。毎、まあ、日でも、本当に早く。対象者には支給される。いただきたいというふうに思っております。本当に1、一、日三、といろんなパターンもあります。その辺のも。えー、ややこしくならないように、しっかりと丁寧にですね。対、え、象、ー、者には説明もいただきながら。支給もしていただきたいというふうに思っておりますし。まあ、最終的な国の動向もありますけど、令和五年十月以降。 どのようになるかもこれ国の中での注視しながらですねしっかりとそういった方にも今後も見据えた形でですねしっかりと対応もしていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします以上ですはいではあの質疑の途中ですがおおむね1時間を経過いたしましたのでただいまから探検を行いますしばらくそのままでお待ち願います はい、え、それでは引き続き質疑を行います。堀副委員長、どうぞ。はい、堀副委員長。えっと、あの、そしたら、よろしくお願いします。あの、私ね、あの、今回の、あの、出産子育て応援事業。で、えー。 オプションで現金給付もかっていうところで現金給付をあの選択しはったことっていうのはすごくあの評価したいさすがっていうふうにさすが京都市っていうふうにあの私はあの言いたいなっていうふうにあの思っておりますであのただねなんであのプッシュ型はダメなのかっていうところはあのやっぱり伴走型の支援というので面談とかそういったものを していくそのためにということなんでしょうか。なんでプッシュ型はダメなのかっていうところをちょっと教えていただきたい。石山部長。 はいあの、今回のこの事業というのはその伴走型相談支援を、まあ、より実効性を高めるということが主目的になってまして、まあ、そこにその経済的支援を合わせるということがあのベースになっています、なのであの面談をいただく、そのときにまあ合わせて申請もいただいて、えーまあ、給付を行うと。 いうのがこれが基本のあの事業の組み立てになっているというのがございまして、まあ、それがあってまあ、プッシュ型ではなくってあの申請をいただくということでなってます。はい、堀副君長。えっと、あのこういうそのいわゆる10万円の給付がなかった場合でも面談はされてるわけですよね？違いますか？ 促進をするとて言われではなくて、まあ、ですからあの例えば妊娠されたら届け出て母子手帳をもらうその時に面談もされてそこであの別に申請しなくてもあそこでもうあの対応できるんじゃないかということを1つ思うでそれからあのさ,さらにあの出産の部分においてもですねあの出生届を出すわけですよね。 ですからその出生届を出した時点で、えー、5万円の手続きをすれば、もっと迅速にい、えー、くのではないかというふうに思うんですけど、なぜそういうふうな形にはならないのかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。平野担当部長。 先ほどあの島山の方からもございました通り、伴走型支援の実効性を高めるというのが今回の給付金の狙いでございます。確かに妊娠届を届をされたときに必ずあの会うのは会うとは思いますし、その段階であの。 妊婦もしくはその代,理代理の方とは面談をいたします、また、あのこんにちは赤ちゃん事業ということで、生後4ヶ月までに、えー、必ずお目にかかるという原則で、我々は動いておりますけれども、まあ、必ずしもそのこんにちは赤ちゃん事業100、100%の、えー、面談率になっていない、これについては、えー、いろんな理由あの、昨今で言いますと、コロナ禍の関係で面談を嫌がっている方もおられる、ずっと入院している方もおられるということで、一概にあのリ,スクのリスクのあるケースということではないですけれども、 そういったケースについてもいろんな機会を捉えて面談をしようとしているという部分がございますえ、そのツールの一つとして今回の交付金というのは あのツールの一つで言うと、非常に言葉悪いんですけれども、そういった今回の交付金等も通じて、そういう部分にも面談をしていければというふうに思います、またあの8ヶ月面談というのは、今まではあのハイリスクのケースと、こちらの方で把握をしている初妊婦とハイリスクのケースの方だけが対象でしたけれども、アンケート調査を通じて、そういうリスクのあるケースというのも把握ができるというとこともあろうかと思いますので、そういったことを通じて、伴走型支援の実効性を高めていくというのが狙いでございます。 堀副委員長、えっと、そうしますと、あのな妊娠8か月さ、先ほどの,あの答弁聞いてますと、妊娠8か月になった頃にアンケートを送られるという、そのアンケートの中身というのはど、どういう中身なのか、ちょっと例えば、あの面談をど,どうされますかという中身なのかね、まあ、その面談を例えばあのコロナ禍であの嫌だって言った人には、この,あの5万円の。 あの給付は下りないという形になるのかその辺りはどうなんでしょうか。平野担当部長 はいえっと整合8ヶ月のアンケートにつきましては現在実施をしておりませんのでえ国の方で言ってその様式といいますかひな、えー、形が示される示されておりますのでそれを参考にしながら今後本市でどのようなアンケート内容にしていくかは検討してまいりたいというふうに考えておりますそのアンケートの中であの8ヶ月のアンケートの中においては面談を希望する市内という項目を設けた上で面談を面談を希望される方 であるいはその,アン,ケートのアンケートの回答内容から、こちらの方がでリスクが高いと判断された方については、面談をできるように取り組んでいくと、そういうふうに今のところは考えております、はい、塩山部長あ,あとはあの、面談が要件になる、いわゆる経済的支援のギフトになるかについては、あのまあ、国はこれ、全国的にもこの事業の扱いを示してるんですけれども、面談が要件になってます。 はい、堀副委員長要するに、あの面談をあの、例えばコロナ禍で面談が嫌だという、そのリスクが高いので嫌だとおっしゃってる方についても、その面談を拒否しているということで、じゃあ、5万円はもらえないあの、渡さないっていうことなんですか。石山部長 はいあのまあ、面談についてはあのオンラインであったりだとかあと電話で話したりとかっていうこともあの、まあ、国の方は例示としては示してるんですけどもただあのこの事業の趣旨っていうのはやっぱりそういったこうコロナで会えないとかっていうことで余計にこう孤立してしまうというかそういったことを防ぐ、まあ、あのしっかりと伴走型支援をしていくっていうのがこの,あの事業の趣旨なので、まあ、そこのところをしっかりとあのまあ やっていくというのに、まあ、給付がついているというものでございます。堀井副委員長。あの、ちょっと、私、あの、もう一つ、あの、あの、例えば。あの、何割ぐらいの方は面談をしてね。あの、ちゃんと、その。相談体制もあって、というような形で。あの、やれてて、何割ぐらいの人が。そういう面談とか、そういった、あ。 対応ができていないっていう人がいるのか、そのあたりはどうなんですか、はい、平野担当部長。はい えとこんにちは、プレママ事業につきましては、先ほど来申し上げているとおり、初妊婦、割はそはリスク、要支援ケースの方ということで限定をしておりますので、すべての妊婦の方が単所になっているわけではないので、あまりその,そのうちの何ということにはならないかと思いますけれども、少なくとも我々が把握している数字はそういう数字ではないということになりますけれども。 えー、こんにちは赤ちゃん事業につきましては、えー、ちょっと令和三年度におきましては、えー、出生数に占める割合でいきますと八十五点七パーセントということで、えー、と例えばその、えー、平成三十年度で言いますと九十三点一パーセントということですので、えー、とまあ我々としてはまああのコロナの影響もありというふうには分析を致しております。堀副委員長。あのー、私あのなんていうんですかねその。 これあの、ちょっと文章の中身、あの読んでいますとあの、えー、どこだったかな、えー、っと、あ,あ,あの今後のスケジュールのところにね、1月上旬にコールセンターから書類審査とこの書類審査と委託事業者のプロポーザル募集開始ってあるんですけど、あのこの 書類審査というのは、なんかその申請書の審査みたいなものがあるこ、これはどういうものなんでしょうか白山部長。はい、あの資料で申し上げますと、3の両学校2のところにあの支給対象者の分類書かせていただいているんですが、あの,丸の1のまあ基準日前に出産した方については、これはもうすでにあのお生まれになっておられますんで、あの申請書を提出いただいて、 まあ、あの給付をすするという流れになってきます、まあ、その中にアンケート用紙もついてるんですけども、あのなのであの、その部分については特にこれ、申請書の審査しないといけませんので、あの他にも全部審査必要です、申請が前提になっていますんで。だから、はい、その申請書の中身っていうのは、なんな,な,なんですかど、どんな項目になってくるんですか。だってその審査をするというようよな 中身なんで、すかねその辺が分からないんですけど、塩山部長ああの、まあ、そういう部分では、もうあの子どもさん、生まれてらっしゃるとか、あの妊娠してれば、もう支給対象になりますんで、あの審査の難しさで出たそういう所得を審査するとか、そういった類ではないんですけれども、あのきちんとその京都市の方で、あでお住まいになられてるかとか、まあ、そういったことをあの確認するということで、ちょっと審査という書き方をさせていただいてます。 ああののすいませんあの私ね、ちょっとあの伴走型相談,し相談支援というのはあのとても大事なあの例えば早期にあの例えば耳の聞こえとかねそういったものが早期に発見できるとか、まあ、そういったあれで相談、気になることを相談できるという体制をあの作るということは大事なことだと思うんですけれどもこの例えばその経済支援と合わせてのあの10万円の部分でそのういうんですかねそういう 面談ができひんかったらなかなかあの対応10万円を渡すのはというような形になるというのはあのも,もらえない人が出てくるということはないんですよね、ありうるんですかその、まずそこだけまず確認させてもらいたいんです。平野担当部長 あの交付金の支給要件として、面談というのが全、面談そ,のそれは直接面,面談になるのか、オンラインになるのか、それへの,の中身を、違いはあるかも分かりませんけれども、面談が要件になっているということはあの変えられないというふうに考えておりますので、我々としてはあの、1人でも面談のできない方が減るように取り組みを進めてまいると、そういう、そういう,う,いう,う,いうことでございます。 要するに、まあ、何があっても面談ができるようにして面談をしたいというあの思いの表れだというふうに、まあ、ちょっとあの要件としてはあの受け止めておきたいというふうに思いますけれどもあの例えばねふるさと出産とかっていう形であの、ね、トークであの出産をしてっていうところになるとなかなかあの。 難しい側面っていうのがあるんじゃないか、z、まあ、ズームがありますから、まあ、そういう形でやれるのかどうか分かりませんけれども、私、あの出生届はあの、ね、1週間以内とかなんか出さなきゃいけないじゃないですか、その段階で、あのいわゆるその出産の方は応援ギフトですから、出産応援ギフトっていう形になってるんだから、出生届を出したら、あのその対象にして、 でそこには必ずあの、その段階でもうあの5万円を出して、そのなんていうんですかねあの、面談については必ずするという、まあ、そういう形であの追及をしていくという形もできるんじゃないかなというふうに、私は、まあ、正直と思うっていうのがあります。で、あのコールセンターやあのプロポーザルで委託業者っていうのは、これ、8000人プラス、えー、1430人、約。 いう形ですよね、それだけの人数で、えー、委託業者を用意しないと、この事務はできないようなものなのでしょうか、そこはちょっと教えていただきたいです。山部長はい、まあ、あのこれ 一度にこう送付したりとかもしますし、あの大量の書類がこれ、まいる形になりますんで、まあ、そこはあの迅速にあの給付するためにも、業者の方に委託させていただいて、する必要があるというふうに考えております堀副委員長。あの前、えー、コアカ局、ワンフロアの中で100人ぐらいいらっしゃるというようなことを言われたのでね。 例えば、そういうその作業の時間帯をあのセッティングをして一定の時間はそれをすると全員がそれをするということを構えるぐらいのね形であのい事務費ですかここには0.2億円になってますけど先ほど0.4億円とかってまあ言われたような私の聞き間違いやったか分かりませんけどそれはあの浮かすことだってできるんじゃないのかななんていうふうに思うんですけれども。 どうなんでしょうか。はい、小山部長。はい。あの先ほどちょっと四えっ、ー、と今回えーとえー、と 4, っと四千万と申し上げたのはあの通年ベースにしたときですね。この零点二二千万というのはこの今年度やる今回やる分についてのちょっと経費でございます。で、まああのちょっと私どもの方の職員の方もあの。 他に計上の業務がちょっとございますんで、まあ、なかなかちょっとこの業務に対応するのがちょっと難しいという状況がございまして、あの委託でさせていただきたいということでございますアリー副委員長あの私はあの本当にあの京都市はなんでもかんでも委託っていう形で、まあ、やっていて、まあ、職員がね、あのやっぱりその、えー、京都市であの生まれた子どもたちの,あのこと、を喜びを。 命の誕生をね、あの職員として喜べるようなそういうま作業を進めていくっていうこともま重要なあの内容ではないかなというようなことを私はあの思っております。まあまあ、それはもうそちらの考え方っていうのがあるかもしれないですけど、もう1回検討する余地があるんじゃないかなということは申しそ申しておきたいというふうに思います。でまああのぜひですねあの現金給付がまあ、現金給付十万円で。 あのちゃんとこの事業があの迅速にいく、そして、まあ、命の誕生をあの喜び合えるように、まあ、スムーズにあの事業が進むようにして、あの取りややっていただきたいということを言って、終わりにしたいいと思います、はい、それでは松田副委員長どうぞ、はい、松田副委員長。 すまえっとあの今私もいくつかちょっとわからないことだけ教えていただきたいと思うんですけどもあの今8ヶ月妊娠8ヶ月の、えっと、方については初妊婦さんとハイリスクの方のを対象にまあ訪問されてるっていうことだったんですけども、えー、それ以外の方で訪問希望されるような 方がおられた場合は、これまでどのようにされていたのか教えていただけ、はい、平野担当部長。はいえーっと あこれまでからもあのそういうご希望本人さん、本人様のご希望があれば、対応はしてまいりましたけれども、われわれとしましてはそうう、えー、そういう本人様のご希望を把握する機会がなかなかなかった、本人さんの方からこどもはぐくみ室なりにお申し出があれば、当然、対応はしてまいりましたけれども、そういう機会として、今回の8か月のアンケートは活用したいというふうに考えております、はい、松委員長。えっと、私あの国が使用されてるあの妊娠8ヶ月のアンケートあの 印刷してきたんですけども、あの例えばよ、えっと、分娩予定施設は決まってますかとか、あと出産後相談に乗ってくださったりする方は、どんな方が思い浮かびますかとかあの、具体的なことをあのお尋ねされてるんですけれどもあの、基本はこの国の使用されてるアンケートの用紙で考えておられるっていう理解でよろしいですか。え平野担当部長 はい、あの国の示されているひな型をベースにとか考えておりますけれども、あの各区首相の子ども育み室の意見等も伺いながらあの、最終的には決めていきたいというふうに考えております松田副委員長わかりました、えっと、あと例えば、あの多胎児の場合の方々っていうのは、支給についてはどのようになるのか教えていただけますか石山部長。はい あのまず、えーと、出産応援ギフト、まあ、あの入信したときの給付ですね、これについては、あの妊婦の方お一人について5万円です、であの出産の,あの子育て応援ギフトについては、子どもさんお一人につき5万円なんで、たたえの場合はあの、かける人数という形になります。はい、松田副委員長わかりました、あのた例えばあの、そうしたの疑問っていくつか出てくると思うんです。あのえーと 途中で転出されたあとその流産死産された場合はどうなるのかとかあの、ま、妊娠されてご父母の方が離婚協議になられたとかあの出生後に子どもさんがまあ何らかの事情で養護施設に行かないといけなくなったとか何か例えばそういうようなことが起きた場合にあのどのようにしてお尋ねしたらご,ご本人たちは どこに訪ねてあの、どのようにしたらいいのかというご案内等は、まあ、今、現在、考えておられるんですが、支、ま、給、あ、についてはコールセンターをあの設けられるということなんですけれども、そうしたことはどのようにしてお尋ねしたらいいのかどうか教えていただきた、はい。 あの流産されたりとか、死産になった場合の扱いとかも含めて、国が扱いを示す形になってます、であの京都市の場合、これ、コールセンター設けますので、あの転入提出のことも含めて、ご案内させていただくようにさせていただきますま沢副委員長。あのそのコールセンターもあの委託されたりとかすると思うんですけども、まあ、あの委託されている場合、即座にその的確に答えていただければ。 ではすごくあの尋ねられた方は安心だと思うんですけど、そうしたところのあの Q&A とかそういうことはあのマニュアルとかご用意はされる予定はあるんでしょうか。小山部長、はいあのそこのとこについてはあのこちらの方でしっかり準備させていただいてあの的確にお答えできるようにしていきたいと考えています。浅田副委員長、あのぜひお願いします。と例えばとえっ、ー、とまあ現金給付されるんですけども、京都市はあの。 こういうい家事、育児の支援サービスはこういうものがありますよとか、そうした案内みたいなのは、あのご当事者の方にはしていただけたりするんでしょうか平野担当部長。はい、そういったさまざまな子育て支援サービスにつきましては、妊娠届をいただきました際に、母子健康手帳と合わせまして様々、さまざまな サービスのご案内の冊子、えー、等もあのお渡しするようにしております松田副委員長。あのー、これまで、歯組み局で作られているあの出産からまあ子育てに至るまでの一覧表を表したようなリーフレットみたいなのがあったと思うんですけれども、ああいうのもあのご本人にお渡ししていただいているという理解でよろしいですか、うんはい、平野担当部長。 はいえー、議員、今、ご紹介いただきましたのはあの、京都市子育て応援パンフレットのことかというふうに思いますけれども、えこのパンフレットにつきまして、あの妊娠届をいただいた際に、えー、母子健康邸長と合わせてあのお渡しをさせていただいております浅副委員長今後、はい <laughs> はい、平野担当部長。 訂正させていただきます子育て応援パンフレットにつきましては、あのお子様がお,お生まれになったとき、出生届をいただいたときにということでございます、失礼いたしました、はい、松田副委員長。あのえっとまあ、公明ともあの子育て応援トータルプランというのをあの発表したんですけれども、まあ、今後はこの、えー、もう伴走型支援でずっと子どもさんを育てる間に、こうしたしあの支援がありますよというご案内はもうしていただく方がずっとそのご本人、 たちにとってはあの安心感もありますし、まあ、京都市がどのようなあの施策をあの京都市民にされているのかっていうのもまあ、一目であの分かりやすいと思いますので、あのぜひともそれは続けていただきたいと思います。であの最後なんですけれども、えっとあのマイナンバーカードなんですけどもね、今あのマニア。 間に合わないかということであの延長あの申請延長されましたけれども今立て込んでるというあのような状況でもありました例えばあの若い世代の方々の交付率が、まあ、今どうなってるのかちょっと私もりあの聞いてないんですけれども割とあの低めだったと思うんです。でこのの妊娠の お届けをされるときに、そうしたマイナンバーカードの申請のご案内等も、今までされていたのかどうか、またこれ、今後、そういう機会をあの設けられるのかどうか、最後、伺って終わりたいと思います。はい、平野担当部長。はい えとこれまで妊娠届等の際にそのマイナンバーカードの鑑賞をされているしているかというご質問でございます、基本的にあのマイナンバーカードの鑑賞という部分はその妊娠、妊娠届をされた方という部分、あるいはその出生届を出された方というタイミングではあのしておりませんけれども、マイナンバーカードにつきましては、各区あの全体で区を挙げて、さまざまな啓発に取り組んでおられると思いますので、そういった中で、えー、区民の方にマイナンバーカードの取得をしていただくというふうに考えてございます。 はい、平野担当部長。すいません、あの先ほどご紹介をいたしました。あの子育て応援パンフレットの中に、あのマイナンバーカード、マイナンバー制度についてご紹介をするページでございますので、あのこことあのことから取り上げてということではないですけれども、あのそういったものを通じて、あのマイナンバーカードの普及に努めてまいります。失礼いたしました。はい、松田副委員長あのまた今後あの児童手当の支給とかそういうことにも。あの。 まあ利便性向上にもつながると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上で終わります。はい。じゃ上田にどうぞ。上田に。お願いします。あの私も。 何点か少しお聞ききさせていいいたただきたいと思いますあのちょっと先わからないとこあったんですけどご答弁の中で堀委員からあの面談のこといろいろとご質問あったと思うんですけどその中であのコロナ禍でまあ面談をされている人が、まあ、あ来られない場合、まあ、オンラインとか電話とかの対応は、まあ、国の方の方の方針では、まあまあ、カートされているけれども、まあ、京都市としてはそれはちょっとしないという方向ということよろしかったんですかねそれはカートしないということでよかったですか。 平野担当部長、はいえー、面談についてでございますけれども、あの京都市におきましても本人、本人のご希望で、どうしてもオンライン、あるいは電話ということであれば、対応させていただいております上谷。 わかりましたあのコロナでいろいろとやはり、えー、それが危ないと感じている方がいらっしゃいますのでそこはやっぱりオンライン電話でいろいろとさまざまな対応をしっかりと取っていただいてしっかりと給付につなげていただきたいと思います、えー、それでですねあと先ほどのご答弁の中でその他都市の状況をつかんでいる中で、まあ、ほとんどの都市は京都市と一緒で現金給付だということだったんですけれどもどそれはどれぐらいの割合というか、まあ、つかんでおる中でもいいんですけれども他のところは、まあ、例えばどういったことをされるのか、まあ、クーポン以外で何かあるのであれば、まあ、その辺もちょっと 教えていいたただけたらなと思います、はい、塩山部長あのちょっとざくっとした数なんですけど、まあ、もう9割ぐらいは政令市はもう現金給付と聞いてます、であのやってらっしゃるところとなんかは、もともとそういう,こうギフト券であったりとか、まあ、そういう,こうオンラインでこう購入できるような、そういう子育て商品なんかをやってらっしゃるところなんかがそのままされたりとかっていうのは聞いてます。他に ありがとうございますあの東京の,あのやり方がベースになって東京がまあそういった形で多分されるのかなというところですけどもただちょっとあの僕その出産子育て応援交付金の,その厚労省が出している自治体職員向けの Q&A をちょっと見させていただくとその中の質問で出産子育て応援ギフトについて市町村判断により現金給付もオプションとして排除されないとあるがシステム構築が令和4年度中に間に合わない場合や現金給付を求める声が多かった場合などずっと現金給付でもよいのか。 補助対象かから外れることはないのかみたいな質問がある中で、まあ、やっぱりクーポン等による給付は子育て目的に限定することが可能であり、有効期限を設定することで、より消費につながりやすいものと考えていますという回答があって、まあ、一方、現金給付は、やっぱり使途が限定されないので、まあ、政策的意義が薄れると考えていますとで、クーポン支給等の準備が間に合わないなど、当面の間、自治体の判断で現金給付を実施することもオプションとして排除されないと考えていますが、可能な限りクーポン 等による給付を行っていただきたいと考えていますというふうなまあご回答があったんですけれども、なんかこれをちょっと聞いてると、もしかしたらあの補助対象から外れる可能性もちょっとあるのかなというふうなちょっと危惧をしてしまうんですけれども、その辺は京都市としてあのどう捉えているのか、その辺をちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけど山部長。はい まああの確かに国の方からはそういう見解示されてましてまあオプションという位置づけ、これはこの今日の報告資料の中にもそういう,うな書き方をさせていただいているんですけれどもまれわとしては、これやはりいろんな方法があると思いますんであのでそこについてはあの現金でもあの対象にしてもらうようにということはしっかり言っていきたいというふうに考えております。 すみません、ありがとうございます。あのちょっとあの聞こえてなかったところだったんですけども、あのそういった見解が挙、まあ、手をして、<あ>はい、上谷あのそういったところがあ,ある危惧をしていると、え危惧をちょっとしてましてですね。その辺があのもしまあダメとなった場合ですね、まあそういったところもちょっと考えていかない、想定しておかないとダメじゃないかなと思うのです、その辺は今日どうしてでも想定されてるんでしょうか。石山部長、はい。 あの今のところはあの本日、ご報告させていただいた通りあり、私どもとしては現金給付で続けていきたいというふうに考えております神谷分かりましたあの、ちょっとその辺がちょっとまだ不明瞭な部分とかあると思うんで、国の方でも、でその辺はちょっと今後も京都市として、しっかりとそのどういったまあ対応が変化しても対応できていくように、今後もその辺ははしっかりと注視していっていただきたいと思います、以上で終わります、はい、ではああ、の他にございませんか。 なければ、次の報告聴取に関連のない理事者はこれで退席願います。お疲れ様でした。 はいそれでは次に旧京都市民間保育園等職員の給与等運用事業補助金に係る令和3年度調査結果及び調査結果を踏まえた対応についての報告を聴取いたします理事者報告願います梶山養保総合支援室長はいどうぞ説明は着席してお願いしますあ,、はい、ありがとうございます それでは本市が公益社団法人京都市保育連盟の実施する京都市民間保育園等職員の給与等運用事業に対して交付する補助金をはじめとする民間保育園及び認定こども園を対象とした人権補助については令和元年度及び2年度分について調査を行いその調査で明らかとなった課題等を踏まえ持続可能な国際支援制度を構築するため令和4年度分に新たな人権補助制度へと再構築いたしました。 今回、令和3年度分についても調査を行いましたので、その調査結果、及び調査結果等を踏まえた対応についてご報告いたします。なお、説明につきましては、お手元ですね、あの資料1の概要版に基づいて行います。資料2につきましては、バックデータになりますので、説明は割愛させていただきます。それでは、資料1をご覧ください。まず1、令和4年2月会科付帯決議についてでございます。 河川部のとおり本制度につきましては実施後に十分な検証を行い状況によっては影響の緩和等必要な措置を講じることについて司会において付帯決議をいただいておりますこうした付帯決議を踏まえまして今回に付帯決議を踏まえた制度の検証についてとして3つの角度令和3年度における A, A といたしまして、令和3年度における各園の人件費部分にかかる収支状況の確認、B、令和3年度の状況を新制度補助金に当てはめた場合の人件費部分にかかる収支状況等の確認、C、再構築を踏まえた各園における給与見直しの状況の調査からそれぞれ検証を行っております。それでは A、令和3年度における各園の人件費部分にかかる収支状況の確認についてでございます。 こちらは昨年度実施しました令和元年度分及び2年度分と同様の調査を行ったものでございます令和3年度につきましても基本的には令和元年度2年度と同様の状況となっております国補助と市補助金の重当順位が不明確でありかつ 市との職種を限定していなかったため、表位置のとおりです、ね、保育士等で園収入が園出を大きく上回っており、調理士等や事務員等の多職種に充当してもなお、園全体で,です、ね、収入が支出を上回っていた実情が明らかとなっております。具体的には右側の表1の表り でございますが保育士等では収入が支出を約43億円上回った一方で他職職では約15億円の支出が上回っており差し引き約28億円収入が支出を上回っております続いて B 令和3年度の状況を新制度補助金に当てはめた場合の人件費部分にかかる収支状況等の確認でございますこちらは従来制度で運用していた令和3年度の状況を 新制度補助金に当てはめた場合の収支状況を調査するものでございます。まず全体像ですが、右側の表2をご覧ください。新制度では実質額に応じて補助するため、実態に応じた補助が可能となっており、従来約64億円であった新補助金について、新制度に当てはめて試算した場合では、補助額が約43億円となり、令和3年度決算と比較すると、約21億円の減となります。 一方で、園によっては人件の支出状況はさまざまであり、園の状況に応じてきめ細やかな支援が必要であることが明らかとなっております。資料1-2をご覧ください。もう一枚の資料ですね。こちらにつきましては、資料左側に令和3年度実態調査における収支状況を、右側に実態調査を、新補助制度に当てはめた場合の収支状況を補助対象となる3職種合計で示しております。まず左側の図ですが 従来制度においては、市補助金と国給付費との優先順位が明確でなかったため、左上の丸1のとおり、非効率な補助となっておりました。一方、右側、新制度におきましては、補助上限額の範囲において、国給付費で不足する実人件費を補助するため、円によって補助額が大きく変わる結果となっております。その結果、円の人件費支出状況によって、人件支出が少ないため補助対象額となる円、人件費支出の範囲において補助可能な円、 支出が収入を上回る円この三種類に分類されております補助対象外となる円を X 円とした場合 X 円に該当する円は62円ございますこれは実人件費が国給付費を下回るまつまり保育士等の配置数が加減に近い給与水準が低い等の要因によりまして人件支出額が少ないため補助対象とならない円でございます 次に、Y 円につきましては実際の人権支出額に応じて補助される円でありこちらは90円ございます。最後に一番右側、Z 円につきましては実,実支出額が補助上限額を超えているため支出が収入を上回っている円でございまして116円ございます。超過の要因ですが保育士等についてはですね、常勤単が高い調理士等や事務員等は職員配置数が多いとの理由によるものです。 なお、ZE における超過額は約8億円となっておりますが、右上の丸 ② の通り、従来制度におきましても1.9億円の超過があったため、制度の再構築に伴って超過となったのは約6.1億円と認識しております。また、あの1円あたりの超過額は中央値で約500万円となっております。以上の各円の状況を踏まえまして、2点課題があると考えております。左下の丸 ③ をご覧ください。 先ほどご説明しましたとおり XA におきましては人件支出額が低いため補助対象外となりますが実人件費支出を増加させれば補助対象となることから本来的には人件費の増額を図るべきと考えております。一方 X におきましては 約400人の障害のある子どもの保育を担っておりまいただいておりますが補助金が支出されないならとして今後 X 円における障害のある子どもの受け入れが消極的になる可能性が危惧されます次に2点目の課題ですが右下丸四をご覧ください Z 円では約8億円支出が収入を上回っておりますが当該円における累積積立額は約98.4億円でありまして 自然体として対応可能な状況でございますただし各園単位で見た場合ですね最大2900万円の見直しが必要な園もございます縦長の資料1にお戻りいただきまして真ん中右側の表3をご覧くださいこちらは職種別の実配置数と補助算定上の最大配置数を比較した表でございます自然体として見た場合 いずれの職種においても実配置数は最大配置数以内となっておりますが調理師等では直近の数字すなわち令和4年第2期の概算支払い時点ではです、ね、実配置数が多くなっております。 また事務員等につきましては全体ではほぼ同数であるものの認定こども園におきましてはですね保育料の徴収事務等の事務が保育園よりも多いことから実配置数が補助金算定上の最大配置数を上回っている状況となっておりまます最後にに再構築を踏まえた過去における給与見直し状況の調査でございます。 新補助制度を踏まえました各への対応について、今年9月にアンケート調査を実施したところ、268円中215円から回答がございまして、そのうち全円の約4分の1に当たる67円につきましては、給与等の見直しを実施、または検討中との回答がございました。 先ほどご説明しましたとおり、制度の見直しに伴いまして、給与等の見直しが必要となるのは Z 円のみでございますが、右側のこの表4にお示ししますとおり、アンケート調査の結果では、X 円、Y 円でも給与見直しが行われる予定でございまして、補助金の再構築の趣旨に合わない、給与引き下げが行われる可能性があることが明らかとなっております。 また、先ほどの資料1-2のとおり見直しが必要な Z 円は116円ございますが現時点で見直し予定としているのはそのうち29円のみでありまして全体として各円における見直しが低調な状況となっております一番下3番調査結果を踏まえた対応についてでございますこうした課題を踏まえまして実情に合わせた制度の見直しと持続可能な円運営に向けたサポートの2点について対応を検討しております まず、かっ1、実情に合わせた制度の見直しですが、大きく2点ございます。1つは、障害児保育にかかる保育士疾患についてでございます。X 制におきましては、第一義的には人権支出の増額は図られるべきであるものの、先ほどご説明しました、障害児保育にかかる懸念を解決するために、ですね実質支出額を支援する制度の枠組みを維持しつつ、新,制度新補助制度と切り分けた、障害児保育にかかる 保育士の加配状に応じた補助制度に再構築いたしますなお当該補助額は令和4年度の充実さ単価を使用いたしまして新補助制度における補助額を算定する際の実質額から差し引くことといたします併せて詳しい会におきましてもご指摘があったとおり現行の制度におきましては一号認定子どもが対象外となっておりましたが今回から制度の対象といたします これらの見直しによりつきましてはです、ね、遡って令和4年4月から実施をいたします見直しにあたって必要となる約4.3億円は既存経費の中に対応いたします次に認定こども園の事務員等への対応についてです国の公定価格におきましても保育園よりも認定こども園の配置数は加配されていることを,等を踏まえまして認定こども園における算定職員数を1人から1.3人に拡大いたします この見直しにつきましても、令和4年4月分から実施いたします。見直しにあたって必要となる約0.4億円は既存経費の中で対応いたします。次に、括弧に、持続可能な園運営に向けたサポートについてでございます。実際に雇用する職員数、雇用形態及び賃金等は、設置する、設置し、運営するですね、設置主体において決定されるべきものでございまして、X 円及び Y 円に対して補助制度との関係を改めて 周知するとともに、支出が超過している Z 円におきましては、本来主体的に必要な見直しに取り組んでいただくべきものではございますが、持続可能な円をサポートするという観点から、一定の支援を行いたいと考えております。具体的には補助上限額を超過している円のうち、見直しに取り組むことを表明した円に対する支援につきまして、令和5年度の実施に向けて、今後、詳細を検討してまいります説明についいては以上でございます。 はいそれではただいまの報告について何か質問はございませんか、はい。では橋村委員どうぞ橋村委員はいえー、大変あの重要な報告であったと思いますけれどもちょっと大変ボリュームが多くございますのでえー、っと円滑な委員会運営のためにあのテンポよく 一つご協力をお願いいいしたいと思いますまず1問目ですけれどもね、えー、基本的な考え方についてお伺いしたいと思います。えー、2月旬において、新たな人件費補助についてはです、ね、まあ、実施後の十分なあ検討及び、えー、状況によっては影響の緩和等、必要な、えー、措置を講じることについて、まあ、付帯決議として付したところでありますけれども、この付帯決議への対応状況について、まず確認をしたいと思います梶山市長、はい、ありがとうございます。 付帯決議への対応状況でございますが、新たな人件補助制度ではです、ね、約54億円もの本市予算を確保した上で、年3回の支払いを通じて、その都度、人件費の支払い状況を確認するとともに、決算書がまとまる翌年7月以降に、年間実質額を通じて、生産する透明性の高い制度へと再構築したところでございます。 また、再構築した4月以降、先ほど申し上げました人権補助の実態把握と並行いたしまして、定員引き下げにかかる取扱いの見直しですとか、各への創意工夫にかかるですね物件補助制度の導入、またあの事務負担軽減の第一歩となる情報共有システムの施行開始など、さまざまな取り組みに着手しておりまして、現場の意見を丁寧に聞く中で、着実に取り組みを進めてきたところでございます。 令和3年度はあの旧制度で運用してみていたものでございますが、新制度で当てはめた場合の収支状況について分析した結果、まあ、いくつかの課題が明らかになりましたので、まあ、その対応状況も含めて、今回ご報告させていただいたものでございます。さっきの付帯決議につきましては、令和4年度に限定せずにです、ね、まあ、今後の制度全般に対してまあ付していただいたものというふうに認識しておりまして、まあ、引き続き、不断の検証を行っていく中で、その都度必要な対応について検討していきたいというふうに考えております。 2>, まあ、2人決議を、ねえー、正面から受け止めた上で、ね、しっかり、まあ、対応していただいておりますけれども、まあ、その上でえで、ー、今回の調査結果および対応について、いくつかあお伺いしたいと思います。まず、各園における見直し状況でありますが、9月に実施したアンケート調査において、まあ、本来、えー、給与見直しが不要な X、Y 園においても見直しを検討していることが明らかとなりましたが、 市、まあ、はどのような対応をなされるのか、その点についていかがですか梶山市長、はい、ありがとうございますあの新たな人件補助制度は、白い記載のとおりです、ね、まあ、上限額の範囲におきまして、まあ、国給付費等で不足する実人件費を補助するものでございまして、まず実人件費が国の給付費以下である X、またあの実額が補助される Y 円につきましては、まあ、当該補助との関係では、ですね、まあ、給与の見直し等は不要でないかというふうに考えております。 まあただしあの個々の職員の給与につきましては、総職責役割等に応じて、就業規則等によって運営するまあ設置主体がですね判断されるべきものであることから、本市としては主体性は尊重しながらも、適切な判断が行われるよう、さまざまな機会を通じて、善意に対してですねまあ自ら念がどの区分にあるのか、XYZ どこにあるのかということを改めて周知図ってまいりたいというふうに考えております。橋村委員 まあ、各議員に対して、ねえー、丁寧な説明をお願いをしておきたいと思います。え次にです、ねえー、障害児保育については、まあ、この間あ、我が会派の道端議員をはじめ、まあ、実績に応じたあ分かりやすい生徒とするべきと、えー、申し上げていたところでありますが、まあ、今回、我が会派の意見、えー、さらにはあ関係団体の意見をしっかりと受け止める上で、新制度の趣旨を反映した内容に再構築いただいたものと認識をしております。 一方で、一部の会派からは、元の制度に戻すべきといった声も聞いておりますが、今回の制度は単純に元の制度に戻したものではないという点について確認をしておきたいと思いますが、いかがですか梶山市長はいありがとうございます 本社におきまして障害のある子どもの保育ですけれども一人一人の子どもの発達過程ですとか障害の状況を把握いたしまして適切な環境の下で保育を行うとともに地域の身近な施設で障害の有無にかかわらず成長できる受け入れ環境を整えるということが重要であるとの理念のもとで取り組みを進めてきております再構築後の人権補助制度におきましても旧制度と比較しますと最大で保育士1人当たり約30万円 補助額を充実するなど、まあ、必要な取り組みを図ってまいりましたが、まあ、一方で,です、ねまあ、今回の実態調査において人件支出数の少ない X 円につきましては、まあ、加配したとしても人件支出額が一定水準以上にならないと補助が出ないということがあの明らかになりましたので、まあ、障害のある子どもの受け入れに各施設がです、ねまあ、消極的になることが懸念されるとの課題が明らかになったところでございます。 あの保育士さんの処遇改善の観点からは、本来的にはです、ね、該当園において、保育士等の処遇改善を図るべきものでございますが、まあ、育成において、障害のある子どもの受け入れを控えるということは、先ほど申し上げた本市の施策とも一致しませんので、今回、障害児保育については再構築したものでございます。また、今年度においてです、ね、まあ、実態として障害児の受け入れが減少しているといった影響はございません。 また、新たな障害児貨廃におきましては、令和祭などまでの制度と比較いたしますと、単価を充実させた上でで、配置水準や実質額に応じて、実額を補助するという分かりやすい制度としたところでございますので、従来制度よりも単価、執行方法ともにですね充実したものというふうに考えております。村委員 再構築した人件費補助制度の不備等のための見直しではなくです、ね、丁寧に実態等を把握する中で、より進化した内容になったものと理解をしたところであります、その上で,です、ね、処遇改善等加算3についてです、ね、全国的に保育士等の処遇改善等が進む中にありますけれども、本市においてはどのようになっているのか。また 補助上限額を超過している園についての新補助金の対応についても併わせて説明をお願いします梶山市長、はい。ありがとうございます、えー、保育士等で見た場合あの、令和3年度の平均単価にです、ね、今回の処遇改善を反映させても、補助上限額の範囲内となるために、全、まあ、市レベルでは、えー、全国同様の処遇改善は可能であると考えております。ままたあの補助上限額を超過ししてている園につきましても 補助上限額の範囲内で,です、ね、人件補助金の支給は可能でございまして仮に給与等見直しによって処遇改善等加算の算がです、ね、対象外になった場合でも補助上限額の範囲で人件費補助の支給は可能であるというふうに考えております。 個々の職員の給与は先ほど申し上げました通り、まり、あ、運営する設置自治体の中で,です、ね、まあ、就業等により定められるべきものでございますが、本市におきましては補助上限額の中で、必要な支援を行っていきたいというふうに考えております八村委員。今あ、説明をしていただいては何についてるんですけど、まあどの行動では、ね、分かりにくいので、えー、資料で提出をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、梶山市長、はい、あの提出させていただきます。 では村委員続きまして、令和3年度に向けて、サポートを検討していくことが明らかとなりましたが、まあ、そもそも平成22年の見直しのときにです、ね、まあ、それまでは活用されていた統一給与表がモデル給与表になり、実際の給与等は運営する設置主体の実態に応じて対応することが可能になったはずであります。まあ、そういった意味で言えば今回の支出懲戒への支支出へ援は いわば必要見直し等をしてこなかった園に対する支援ということとなり、これまで見直しを行ってきた円との整合性を欠くという見方もできるわけでありますが、それについてはいかがな見解をお持ちですか。金山市長はい、ありがとうございます。 ただいま先生からご指摘いただきましたとおり平成22年の見直しの際に統一給与法につきましては各園の創意工夫を反映することができるようにモデル給与法となっておりまして実際の給与等は運営する自治体において対応するということとなっておりますしかしながら従来制度におきましてはです、ね、令和元年2年調査で明らかになりました各園における執行状況を確認すると。 いいう仕組みはございませんでしたので、まあ、国給付費に優先して市の補助金が充当されるといったいくつかの課題があったことから、政、え、治、ー、体において各国への創意工夫を反映して、実態に応じた対応してこなかったとしても、まあ、運営が可能でございましたので、まあ、そのことが今回、ちょうど報告させていただきました令和3年度で、約28億円もの収入超過につながったものと考えております。 あの新たな制度におきましては公費を適正かつ効率的に執行する、まあ、透明性の高い制度へと再構築したものでございますので、まあ、実態に応じて補助するために、まあ、円の持続可能性という観点からはです、ねまあ、Z 円、e、においては将来的に継続的な人件費の見直しが必要と判断しております付帯決議を踏まえまして、まあ、少なくともです、ねまあ、円の持続運営に向けて人件費の見直しを表明した円に対する支援の必要について今回、踏み込んでおるものでございます。 あの具体的な支援の中身につきましては、今後、関係者等の意見も踏まえながら、令和5年度実施に向けて検討を進めてまいりますが、円の自主的な経営見直しを促していくために、超過額全体を補助するという考えはございません八村委員。はいえー、急激な、ね、影響の緩和等の視点を、ね、否定するものではありませんけれども、これまで見直しを行ってきた円と、 の不公平感を、ね、生じさせないように、両方の視点を持って検討を,お願いし,をしておきたいと思います。まあ、その上で、えー、障害児保育や認定子ども園における事務員の対応について、令和4年度から実施することでありますけれども、まあ、持続可能な園、えー、運営に向けたサポートについては、令和5年度からとしている理由は、えー、令和4年度から実施する必要性はないのか、そのあたりについての見解をお願いします梶山市長はいいありがとうございます。 あの障害児保育課配ですとか認定こども園の事務員の対応等につきましては本市の目指す施策の方向性等を総合的に考慮した上えで令和4年度から実施するものでございますが園運営に向けたサポートにつきましてはですね先ほどご指摘いただいた内容を含めて多角的な検討が必要であると考えております。 また各園の令和4年の決算におきましては令和5年6月以降に明らかとなることから対応する場合でも決算額を踏まえて対応することが妥当であるというふうに考えております。 なお令和3年の決算状況から分析する中ではです、ね、直ちに運営に困るというような縁はないと見込んでおるんですが、まあ、引き続き専門的知見にかかる相談窓口を通じて、まあ、各縁の状況に寄り添いながら、主体的な経営見直しをサポートする手法について検討していきたいというふうに考えております八村委員、まあ一部会府からはです、ね、えー、経験年数加算が11年で上限となっているということから、まあ、平均経験 年数が11年を超える円であれば、支出超過といった意見もありましたが、実態はどうなっているのか、その点についてお伺いいたします梶山市長、はい。ありがとうございます。まずあの、平均勤続年数が11年の円の補助上限額ですけれども、まあ、保育士等及び所有士等とともにです、ね、全国平均を100万円以上上回る金額でございまして、まあ、特に保育士等につきましては、全産業平均を上回る金額であることから、まあ、本市としても十分な額を設定していると認識しております。 またあの給与につきましては平成22年の見直しでも触れられましたとおり在職年数とです、ね、高いスキルは必ずしも一致するものではないということから年功序列型の給与体系に基づいて給与格付きを固定的に運用するのではなくて円としてのです、ね、給与制度ですとかキャリア評価を実施する自由裁量も含めて対応することが必要であると考えております。 そうした考えの下で、若手職員からベテラン職員まで、バランスの取れた職員構成と、各園の創意工夫によってです、ね、保育士等において平均経験年数が11年以上であるのであっても、補助上限内で対応が可能であるというふうに考えております。 調査結果におきましても保育士等では11年目以上の園が121円ございますけれどもうち、支出超過となったのは約60円でありましたので残り半数程度の園はです、ね、逆に言いますと支出超過となっていない実態が明らかになったところでございますので支出超過の一因ではあるものの11年目以上の経験年数であればです、ね、直ちにイコール支出超過になるというふうには考えておりません。 むしろあの経験年数にかかわらず、単価が高い園が支出状況になっていることからです、ね、まあ、先ほど申し上げましたとおり、支出状況になっている園を対象に、持続化のサポートを実施していきたいというふうに考えております橋村委員これまでの、ね、制度ではです、ね、職種別ではあったためにです、ね、まあ、保育士等での収入状況を他職種の支出状況に回すといった対応が可能でありましたが、まあ、今回の制度では、 職種別に、えー、実額に応じて補助する制度へと変更になったわけでありますけれども、まあ、制度の趣旨等については理解するいたしますけれども、まあ、一方で、ですね収入超過である保育士等はともかく、支出超過である調理師や事務員等について、今後、何らかの対応が必要であると考えますが、いかがですか梶山市長。はいいありがとうございます あの今回の制度におきましては、まあ、各園で雇用ですとか、まあ、処遇の特色や独自性を発揮できるように人権補助制度の対象職種の補助上限額に各園の判断で振り分けられる独自取り組み対応分として3.8億円上乗せをしております調理師事務員におきましてはご指摘のとおり市長課となっておりますかでな、まあ、何らかの対応が必要であると考えております事務員につきましては今回お示したとおり一定の対応を行うこととしております 事務員につきましてはですねあのこれまでからまあ明確に位置づけられてなかったということもございますので、まあ、そもそも事務員を配置していない縁ですとか逆にあの必要以上に配置している円、またあのさらには最高額は1000万円超であるなどですね、まあ、高額な給与となっている円など多種多様な状況となっております。 まあ今回の制度におきまして事務員をしっかり位置づけたことからまあ令和4年度今年度以降ですねまあ状況が変わってくるものというふうに考えておりますので引き続き実態を確認している中で必要な対応を行っていきたいというふうに考えておりますまたあの調理師につきましても同様でございますので丁寧に実態を確認する中で必要な対応を検討してまいります橋村委員、まあ、あの司会のね 付帯決議を踏まえてです、ねまあ、対応していただいているわけでありますけれども、まあ、今回の対応が、ねまあ、決してゴールではないわけであります。まあ、保育関係者については、今回の人件費補助制度以外にもです、ね、まあ、現場からさまざまな要望を我々も聞いておりますし、局の方でも聞いていただいている通りかと思います。まあ、各園が抱える懸案の一つである、まあ、例えば、老朽化対策については、 え先の9月会の代表質問において、まあ、今年中を、ねえー、目途にしてです、ねまあ、具体的に方向性を示すとされましたけれども、えー、保育士確保を含め他の案件については、まあ、決してです、ね、こう見直し一辺倒になることなく必要な見直しは行う一方で、まあ、実態をです、ねまあ、しっかりと確認をしてです、ねまあ、必要な充実を図ることが大切でありますしこうメリハリを、ねまあ、しっかりつけた取り組みを 重ねてお願いをしておきたいと思います。え、もうついては以上です。はい。小野部さん。はい。それでは続いてじゃあ倉田委員どうぞ。はい。すみません。あの先ほど橋村委員から要求がありました補助条件額を超過している園への対応についての資料については。 理事者から先ほど提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんかはいご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたしますはい失礼いたしましたそれでは倉田委員どうぞ倉田委員 それでは、えっと、今のご説明に関わって、いくつか伺っておきたいと思います。まずあの大事な点ですけれども、まあ、本市の保育に対する責任ということについて確認をしたいと思いますが、まあ、今般、今度の新制度の一つの目的ともなりました、あの全産業の中における 保育という大切な職務を行っていただいている保育士さんの給与の水準が非常に低いと、まあ、このことがあの社会的コンセンサスということになってで、国においても一定の措置がされてきたという事実があると思いますが、あの本市においても、えー、引き続き給与水準を引き上げ、そして、えー、園の運営が維持、そして向上できると。 より良い保育の実践が行われる、そのために必要な財源も確保しながら支援すると、でこのことは当然の責務だというふうに考えますけれども、間違いないでしょうか。加山市長 あの本,質まあ本来的には、各保育園における職員処遇改善につきましては、国においてまあ対応されるべきところではございますが、それではまあなかなかですねまあ処遇改善十分ではないということもございまして、これまでから本市においても独自の財源を、多額の経費を投入して、処遇改善をしてきたところでございます。 はいあの、これは保育の安全を確保するということと、えー、子どもにとっての利益となるという、絶対条件だという考えがあってのことだということで確認したいと思います、いかがでしょうか。 あのちょっと先ほどのトメの繰り返しになりますが、まあ私どもとしましては、まずはまあ国の方でまあ対応していきたいいただきたいというふうに考えているところでございますが、まあそれではあの不十分なところがあるので、これまでから改善してきたものでございます。以上です。倉田委員。はい、あのまあ今今何よりも市民が一番懸念しますのが、まあ子どもの。 安全であり、そして子どもの権利が守られるということでありますから、ここに向かって保育に関わるあらゆる施策というものは、やはり確認されないといけないというふうに思います、でそこで、えー、次の質問ですけれどもあの、先ほどもありましたように、障害児の受け入れに、例えばこれが消極的な動きになる、これはもう絶対あってはならない。 子どもの命を守るということと、障害のあるなしにかかわらず、一人一人の子どもの育つ権利を保障するという、本師の責務との関わりで、でそ,その意味合いで今回、まああの、その部分を切り取った形で、新たに再構築をしたというご説明でありましたであの。このことについては、保育関係者の声として非常に強い要望でしたし、 まあ、危機感ともいえる声を私も伺ってきましたので、そうした声を反映したものという意味ではあの、正しく理解をしたいというふうに思っておりますで、ただ、この新制度を構築する際に、こうしたことが想定はされなかったのかっていうのは、私、率直な疑問なんですが、これはいかがでしたでしょう梶山市長。 今回制度構築にあたりまして障害児保育も含めた制度を取り込んでですね再構築してきたところでございます。あの今回実態を把握する中でですねこの先ほど申し上げました X 円につきましては国給付費を下回るですね実際の人件支出額となっておりますのでここのところは障害児をですね受け入れても実際になかなかの支出が増えなければ補助が出ないという懸念がございましたので今回見直し したものでございます改めてね、同じように、えー、障害があるなしにかかわらず、えー、必要な保育が適切にその子どもたち、子どもたちに供給できる、まあ、そういう環境が作れるものになっていくのかというところでの検証が引き続き必要だというふうに考えています。でそこであの、えー、先ほども申しし上げましたように 社会的道義に照らしても保育士の賃金が低く抑えられるという事実があったならばこれは大問題であります国が先ほども述べられたようにまだ十分だとはもちろん言えませんので京都市の努力も必要となっているわけですけれどもその処遇改善の方針が示された中で京都市がやはり大事に行うべきはこれに反するような法人や あるいは園の運営実態があるのであれば、これ、徹底した指導をしていくと、この立場に立つということは当然だと思いますが、いかがですか梶山市長。はい、ちょっとあの先ほどの答弁の中でもございましたけれども、あの各職員の給与等につきましては、一義的にはですね各施設の運営主体において、 まあどうするのかというのがえと判断されるべきものでございます。われわれはあのそちらの方ですね、まを、あ、側面的に支援していくという立場でございますので、まあ、そこで,です、ね、あの当然、給与引き下げとされる場合は、どのような労使に勘で,です、ね、就業規則に範囲内で当然、協議していただかないといけないというふうに考えております倉田委員、はい、あのそこでね、私があの率直にあのあの疑問を抱きますのが、 それは一義的には法人の運営主体性であるとで、それは法人格を持っているそれぞれの団体が社会的道義も含め、そして、えー、常識的なあ経営の信念も理念も持ち合わせてね、決定することだと、だからそのことに対して行政の関与ということはできないんだと。 いうご説明を繰り返ししてこられていると思うんですけれどもね、ところが一方で、今回、それぞれの条件を当てはめて、見直しの計画を出してこいとおっしゃっている中身、そのものもね、本来でしたら、経営体である、えー、法人の自由意思であるとか、あそして当然、社会的道義に照らして、正当でなければもちろんいけませんけれども、例えば、 まるっと内部留保というふうに言われますけれども、さまざまな施設の維持、管理、運営、そして今後に向けた増改築であるとか、さまざまな手当に必要な、当然、将来性を見越して積み立てていかなければいけない、そういったものについては、ですね見直せっておっしゃることはね、人件費についてはあれこれ言えないと、だけどここに内部留保金あるじゃないかと。 そのことについては見直しの計画を示せっておっしゃるのは、私、これ、二枚舌というふうに、これ、言わなければいけない、これ、整合しないんじゃないんですか、いかがですか。香山市長。はいあのー まあこの積立金のこと、ですねえとこの資料1-2であのお示ししているところでございますが、ZA、e、におきましても98.4億円のまあ累積積立金があると先ほど申し上げたところでございまして、こちらにつきましてはあの委員ご指摘のとおり、人件費以外のさまざまな積立金も含めたあのトータルの額となっております。こちらの方をですねまあ使っていただく ような見直しをされるのか、まあ、それともです、ね、あの企業とのまあ抜本的な見直しをされるのかにつきましては、まあ、設置主体がです、ねまあ、どう判断されるのかというところでございますけれども、まあ、この積立額につきましてもです、ね、あの当然、有限でございますので、あの持続可能な円運営ということを考えますと、まあ、企業見直しについてはです、ね、各主体において考えていただかないといけないかなというふうに考えております倉田委員あの。ですからね そのことも含めて、法人の自主性であるとか、園の主体的な運営、そういったことに対して、一方ではすごく深く手を入れて、一方では、処遇改善で社会が求めている保育士およびまあ給食調理員やさまざまな実務を行っていらっしゃる、子どもの安全を確保するために必要な職員の、その働いた労働の対価、それが社会が認めるような、 あのきちっとした水準にあるのかどうか、そこは法人に任せるしかないんだとおっしゃる、もうとてもね、私はこのことはちょっと納得できないなというふうに思っています、それと、えー、障害児の保育においては、関係者の声を反映されたというふうに申しましたが、一方で、えー、11年という、まあ、この年数のキャリアの線引きだってね、なぜ、 保育というこの連続性が求められ、蓄積が求められる専門職について、こういう何を根拠とした線引きになるのかという意味で見ると、明らかな科学的知見に基づいたものっていうのは、何もおっしゃってこられていないというふうに思うんですね。例ええばこれこれれれそそねそれぞれのののや法人が11年をを超るる職員をどのよううに評価するかっていうのは それこそ、そ,のそれぞれの法人の意思決定でありますし、やはりあのかけがえのない経験を有した保育士がいてくれなければ全体のバランス取れない、そして、えー、後継していく若手を育てることもできない、そういう評価があった場合、それ相当水準の賃金をきちっと付与するという判断があったっていいわけじゃありませんか。でとこころがそこには 補助の対象となるキャップをかぶせると。ここはね、あの、明らかに、私、あの、京都市が。やっぱり本市の保育というものをどう見ているのか。そのことにもやっぱり疑義が生じる重大性があるというふうに思うんです。あの、例えば。今、あの。まあ、保障されている水準が減ることはあってはならない。しかし、一定妥当な。 評価をそれぞれの法人や園においてなされている、その正当性にまでね、文句を言うっていうこと自体ね、これはもう本当に二重に、三重に私はアンバランスな、私はあの理屈づけだというふうに思うんです。で、この間、特に、まあ、保育園における保育者による子どもへの暴行や虐待、まあ、この報道にも本当に、もう、しんする思いです。ここんなことが密室で もの言えない子どもに対してされているということもたまりません、誰もがそう思っていると思うんですね、で本州において、みんなが信頼をしてきた保育行政ですけれども、この時に民間保育園補助金カット、これが現場に新たなストレス、やっぱり与えてるんじゃないか、そのことによって、回り回って子どもの安全が脅かされることになっている、そんなことはないだろうか。 ここのののとが市民の率直な心配の声です私やっぱりね、あの本当に、あのー、現場の実態に見合って、あのそれこそあのきちっとさまざま悩まれるのであれば相談していただいたらいいんですと、窓口作ってますというお話をいただくんですけれどもね、あのー、本当になぜこれだけ、あのー、各園が、 それこそ立場はいろいろと園の形態も違うでしょうけれども、声が上がっているという事実に照らしてね、やはりあのこのとりわけ保育士の確保、そんなあの先ほど来おっしゃったように、じゃんじゃかと、他府県からも京都で保育やりたいってわざわざ来られてますか、どこともが確保できない、本当に大変だという声が現場の声ですから、この時に、やはりよく、 話し合って、そしてまだまだ、あのー、現場の声をこうやって反映する、あのー、力量も見せておられるわけですから、この11年というキャリアに線引きをするっていう、この問題は大変今後の保育の未来を占う重大な問題ですから、この点についてはもう一回考え直していただきたい、このことを求めて終わります。 それでは質疑の途中ですがちょおおむね1時間を経過をいたしましたので、えー、換気も兼ねまして4時10分まで休憩をいたしたいと思いますなお改めて再開の放送は流しませんので委員の皆さんは時間までに席にお戻り願います。